はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。皆さん、自然とたまるものって何でしょうかね。まあ、そのアマゾンとかを普段からよく使ってるとか、まあ月に2回とか3回とかね、使っている方は、まあアマゾンさんのその段ボールだったりとか紙袋だったりとか、あとはアマゾンさん以外にも、まあ宅配業者を使ってて、ロハコとかの、まあ、あれですね、段ボールと、あと、紙にじゃない、段ボールに入っている紙ですね。クッション材。あれも、なんか知らないけど溜まっちゃうよね。あれね、私も、しばらく置いてます。1週間ぐらい。まあ、それとは別にね、何枚かは、別のところに置いております。それはね、なんかあった時に、まあ、メモ用紙としてっていうのもあるし、まあ、うち、ね、もう何回も言ってるけど、集合住宅なんで、避難所に、まあ全員が行けるかっていうと行けないだろうから、まあその時に、まあみんなの安否確認、情報っていうのを書き出すように、まあそのチラシっていうか、チラシじゃないか、紙を利用して貼り出す。だったり、まあ、中学校、小学校の情報をそこで書いて、情報をね、提供したりとか、っていうのもあるし、あと、なんだろうな、焚き火は、まあ、本当はね、仕上げないんだけど、まあ、その時に、夏でも冬でもそうだったけど、夏だったら、まあ、なんかね、飲み物、お茶とか、麦茶とかを入れるために、まあ、お湯沸かさなきゃいけない時にね、それを使うとか、あと、冬だったら暖を取るために、まあ、その火種みたいな感じで。うん。で、たまにね、その、なんだろうな、落ちてる木があったりとかするんで、まあ、それを入れて、くべて、暖を取る時があります。で、たまにね、その別の塔の木の根元に、木の枝っていうのが、まあ、くべてあったりとかしてて、くべてやるっていうか、まあ、そこにね、置いてあったりとかするんで、まあ、それは何に使うのかわからんけど、まあ、それは多分防災用にとかっていうふうに考えてるのかわかりませんけど。うん。っていうふうに、まあ、その、近くにね、本当に、桜の木があったりとか、常葉樹っていうのかな、まあそういうのがあったりとかして、たまにね、大きい枝があったりとかするんで、まあ、それを使ってみようかなと思いますね。でもそんなにさ、2、3人用の焚き火台みたいなのを使わないで、私はもう借金みたいなのをさ使って、1000円ぐらいで本当に1人分のそのお餅1個2個ぐらいしか焼けないような、まあ本当にソロベースの、うん、焚き火台みたいなのがあるんで、まあ、それを使って見ようかなと思います。で、その、キャンプ道具ってさ、キャンドゥーとかもそうだし、そういうのところでさ、火付け用の木みたいなのが売ってたりとか、着火剤みたいなのがあるんで、まあ、それを使って火をくべて、で、周りの木に落ちた木とか、葉っぱとかを使って、メスティン。で、まあ、お米を
炊いたりだとか、まあ温めるとか、そういうこと、まあお茶を入れるお湯を沸かしたりとか、そういうことを したいなとは思います。ただね、ちょっとそういうことをしちゃダメよっていう人がいると思うんだけど、まあ、その人に対してはじゃあ温かいお茶いらないんですねっていう感じで。でもまあ一応ね、メスティーも買った方がいいかなと思うんだけど、まあ、ちっちゃいやかんじゃないけど、ダメみたいなの買って温めてっていうことは、まあ、非常袋じゃないけど、そういうのにね、そういうのを集めちゃいたいなと思う。あとベルマークですね、まあ、これは基本的に母親から言われたんで、生茶を買って、生茶でね買ってあるんですよ。どこだ、あ、これだ、1点で、なんだっけな、コンビニなんかで売ってるのも1点かな、 1.5 とか 2点ぐらいだと思います。で、2リットルぐらいだと、2リットルぐらいだと3点か。うん。ただ、その、ラベルレスのもあると思うんで、それはラベルロスじゃない、ラベルレスの方は、多分外側の段ボールのところに、まあその6本入りのだったり9本入りので、 Amazon さんとかで売ってると思うんだけど、そういうのまとめて、まあ、10点とか20点とか30点とかっていう風な感じで、まあ、落ち着けてやると思うんだけど、うん、ただね、 Amazon さんから見るとラベルレスの方が10円とか100円とか高いです。私が見た時はね。うん。ただ、微妙に違うと思います。ヤフーショッピングとかロゴハーコーでも値段はちょっと違うと思う。うん、私が見た時はレスの方が高かったので、あ、じゃあラベルアリの方が安いんじゃ、まあ、こっちでいいやって思っちゃうけどね。はい。皆さんどうでしょうか。なんかね、いろいろとあるよね。うん。またね、教えていただけたらと思います。以上です。